2月11日、明けましておめでとうございます。雷も通り抜けましたよ。もう一番こういうのも嫌い嫌い浅草ではですよ。そうですそうです、うわということで、今揚げ饅頭食べ終わってね、これから、はい、浅草寺でお参りとおみくじをしていきたいと。今年も引いとかなあかんね。そうね、去年何でしたっけ。去年はどっちかが大吉でどっちかが中吉じゃなかった。あーかもね。せーの、ドン、大吉。素晴らしい。せーの、ドン、中吉。大吉ね、2人でオッケー引いていきたい。いいで、行きましょう。まずお参り行きましょう。オッケー、行きましょう。小舟町。小舟町、あ、そういう感じや。ちょうど今、小舟町のアナルの下をくぐって浅草寺近くでアナルという言葉を聞いたの初めて。追い出されるから。ああ目にくる。まあそうね、そう大事大事、まあ大事大事大事。オッケー、バチ当たる。じゃあお参り行きましょうか。行きましょう。ああすごいかっこいいね、寺が。うん、ここはあれ、うん、二礼、二百一礼。そう、二礼。あ、こちらで立ち止まらずやって。あ、奥だ。なるほど。本堂内におすすめとかさ、入ってください。そうですね。ラーメン店の館内店ぐらいになるんだけど。投げられるとこまで行って。なるほど。じゃあちょっと先にくるちゃんの。あ、俺がいいですか。はい。行きました。じゃあ俺はちょっと誰よりも高く投げようと思います。お、それでは言わない、行きます。残念、めっちゃ OK 隣の人が、うん、大胆だなって言われてます。まあ間違いないです。どうも大ラタンです。大大大大。じゃあおみくじ行きましょうか。おい。あろ。はい、じゃあチョボちゃんから行きましょうか。いきます。100円。あ、56番。56番。私昭和56年なので、お、運命を感じております。いいんじゃないでしょうか。五郎ちゃんナンバーです。56。はい、行かせていただきます。せーの、ダン、末小吉。末小吉。初めて聞きましたよ。やばい。喜びもあればまた悲しみごともあるように、うん、吉と凶が変わる変わるあるでしょう。おう、それほどの年齢でもないのに白髪が目立つのは心労が多いためでしょう。ああ幾度も重なる苦労に出会うことでしょう。やばいですね。これはもうすぐ結ぼう。チーンですね、これすぐ結ぼう。すぐ結ぶやつですよ。やばいっすね。ちょっと花畑行こう今から。花畑じゃないと。花畑じゃないと大吉が出るかもね。それでは、次はくるちゃんが。任してよ。ちょっと俺のリベンジを。任して任して。お願いします。よいしょ。じゃあ行きたいと思います。
え、さあ何番、うん、2番。いいね、一桁なんかいいね。2番。アナルに入れた。強い願望を持ちようやんか、現在のままでは叶うには至らない。どうしようか考えてばかりで決心のつかない状況。人のためになるように全力で尽くすことによって幸福が訪れます。いやー、ちょっと待って。まあでも、うん、俺よりマシかな。チョモちゃんよりマシですね。でもすぐ結びましょう。すぐ結ぼう。やべえ、今年二人してやべえ。やばいっすね。よし、どこに結ぼう。あ、そこだ。あ、そうだそうだ。あれ、今日飲みって書いてあるんですか。え、そう。ほんまや。そういうあれ、めっちゃ今日出てるやん。じゃあいいっすね。そういうもんなんだ。なんか自分的に良くなかったら結ぶのかも。いや、そうだね。いや、そうじゃない。結ぼうよ。持ってたくないですよ。そうやね。持ってたくない。どうしよう。ルール守らんとあれかな。これ、あの、視聴者プレゼントです。OK。じゃあ、これは、視聴者プレゼントで、はい、はい。あなたの小指に結ばせていただきます。ああ、いいね。こちらまで。はい。じゃあ、ちょっと、花屋敷行ったりと、ちょっとぶらりと、はい、して浅草を一周して終わりたいなと思います。はい、はい、行きましょう。うい、株式会社マリモ。最近噂の10円パンがあります。何10円パンって。ここにめっちゃ並んでんな。天ぷらチップス。浅草の有名なホッピー通り。ホッピー通り、もう飲み屋さんがガーッと並んでる。せんべろ。せんべろではない。みんな飲んでます。やばいね。ひたちなかの全市民集めてももう勝たれてるじゃんか。すごいね。だって浅草キッドが歌われてた頃からある店ってことや。そうだね。ディープな通りをちょっとチョモちゃんに紹介しようかな。お、まだ豚の頭とか売ってるとこ。上野のセンター街の近く。うわ、すごいね。すごいでしょ。天井引く。大丈夫ですか。ここで鬼ごっこやっても面白いかもしれない。あ、まやな。うんうん。